ただきます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。この後1時ごろ指示が参ります。実は12時半とご案内させていただいてたんですが、知事の公務急遽入りまして、少し時間が押しています。すいませんが、もうしばらくお待ちをいただきたいと思います。1時ごろには吉村知事参りますので、よろしくお願いいたします。今回の新型コロナウイルス、本当に大変な感染症でした。医療に関してはやっぱり国の方でいろいろやっていかないといけないっていうのを、大阪市議会議員として、そしてここ枚方市議会議員、そして片野市議会議員、我々11のメンバーも痛切に感じて、それぞれの大阪府議会、枚方市議会、片野市議会で政策を行ってまいりました。今回の感染症が本当に厳しかった分、かかってもすぐにわからないというところでした。多くの方が感染をされて、そのわかるまでに感染をしてしまう。こんな中で私たち大阪府議会では、吉村知事を筆頭にリーダーシップを発揮していただいて、十分とは言えない法体制の中で、たくさんのできることを、今大阪府でできることを率先してやってきました。つい昨日ですね、野戦病院と言われました大規模医療会場インテックス大阪で公開をさせていただきました。これは第6波に備えて、区民の皆さんが自宅療養の中で医療を受けられないということがないように施設を作ったものです。使わなければもちろんそれがいいんですけれど、セーフティーネットとして皆さんがきちっと医療を受けて健やかに過ごしていただけるように、医療体制の方も拡充をしてきました。ありがとうございます。こうやって大阪府では区民の皆さんの命と健康を守る、そのことを実行していくためにさまざまな対策をしてきました。国で作られた特措法、そして感染症法、これをもっと実効性のあるものにしていくために、私たち日本維新の会の地方で活躍した議員が国政に行って、大阪府の現状をしっかりと訴えていっていただきたい、そんなふうに思って、私たち地方議員は今できるところでしっかりと政策をしながら、国へ私たち維新の同志を送って日本を変えていく、そのことを目指して、枚方市議会議員、そして片野市議会議員、そして大阪府議会議員もみんな努力して頑張っています。今後ここに来ていただいている多くの皆様が私たちを支えていただいているからこそ、私たちはこの地大阪で政治を行っていくことができます。皆さんのために、そして皆さんと共に大阪を、そしてこの枚方片野をもっと前に進めていくために、私たちを引き続きお支えいただき、私たちは政治の世界で戦ってまいりたいと思います。どうか引き続き皆様のご支援よろしくお願い申し上げます。すいません、はい、私たち大阪府議会議員では先日8月にも知事への緊急要望をさせていただいています。大阪府において医療提供体制にしっかりと皆さんの命と健康を守るために、知事とタッグを組みまして皆さんの生活を守っていくように訴えています。そしてコロナ禍の中でたくさんの事業者の皆さん、ご苦労をいただいていたと思います。給付金もなかなか補助金の方もお金がすぐに出せない状況もございました。本当にご迷惑
予想されています。コロナワクチンも拡充をして会場を設けまして、受験生の皆さん、そして40代50代の皆さんにも打っていただけるように体制を整えています。どうか希望するワクチンを接種したいと希望する皆さんが接種を年内に、そして11月内に打てるようにと思って対策を打っておりますので、またさまざまに皆様の地元地域で起こっている問題、私たち維新の議員にお聞かせをいただきたいと思います。皆さんの思いが私たちの維新の議員を動かす原動力でございます。どうか引き続きご支援の方よろしくお願い申し上げます。すいません、申し遅れました。私は大阪維新の会大阪府議会議員笠野市選出の三好香織でございます。よろりご支援いただきまして本当にありがとうございます。では続きまして、大阪維新の会大阪府議会議員平方選出岡澤隆一議員から話をしていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日はこのように多くの皆さんにこの場所にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。日本維新の会街頭演説会、まもなくですね、吉村知事がこの場所で皆さんに生の声で熱い声を訴えさせていただきますけれども、今しばらくお時間をいただきますように、今日は午前中に急遽会議も入りましてですね、大変皆さんには迷惑かけてます。本来でしたら12時30分にこの場所で吉村知事が来て皆さんにお話しさせてもらうところではございましたが、急遽会議がありますので少し遅れてですね、1時ぐらいにはこちらに到着すると思います。今平方の方に向かってますんで、しばらくお待ちくださいますようにお願いを申し上げます。また市民の皆さんにはこの間1年と半年以上ですね、このコロナ禍で大変府民の皆さんにはご負担を大きくおかけしました。また我々平方市や大阪府のお願いに率直に聞いていただいて、いろんな安全防止対策、感染防止対策しっかり取り組んでいただきまして本当にありがとうございます。皆さんのおかげで昨日緊急事態宣言もようやく終わりましたが、これからまたお正月に向けて第6波あると思いますけども、くれぐれも皆さんちょっとソーシャルディスタンス、皆さんちょっと距離を取っていただいて、マスクをしっかりしていただいてお話を聞いていただけたらなと思います。さて、先日テレビで見ていると自民党の総裁選挙ありましたよね。もう皆さん最初から最後までずっとテレビで僕らも見てましたけど、我々維新の会は市民の皆さんと同じことを感じております。なんか自民党内未だにドロドロやな、なんか密室でいろんなこと決めてるな。我々維新の会はですね、ちょうど10年前に維新の会が発足しました。松井代表もですね、日本維新の会の松井代表ももともとは自民党、私も自民党、けどこの大阪のドロドロの自民党、この密室政治が嫌で維新の会ができたんです。ちょうど10年前、皆さん覚えてますか、テレビで見て覚えてますかね、大阪府議会で今まで議員が108議席あった議席、これを大阪維新の会が議員提案を議会に提出して、全国で初めて21議席の議席を減らすことができました。これができたのもですね、大阪府民の皆さん、この枚方方などの市民の皆さん一人一人が我々維新の会を当選させていただいた、応援させていただいたから、こうやって大阪の改革この10年で飛躍的に進んでまいりました。天下り、既得権
いろんなことを大阪の改革、維新の会は進めてきて、公約しっかり守っているのは我々維新の会だけ。そして我々維新の会はですね、まずは議員自らが報酬をカット、そして大阪府知事は1期4年で4200万の知事の退職金今までもらってるんやけど、維新になってから、松井さんになってから、吉村さんも知事の退職金はゼロ、そしてここにおられる伏見市長も市長の退職金、枚方市の市長約1期で1期4年で2700万円、これもゼロです。我々は維新の会の議員、市会議員、市会議員、そしてここに置いている首長、自ら率先して身を切る改革を実行する、そしてこの行政の改革をこれまで10年間進めてきた、この大阪でやってきた改革をここにおられる皆さん一人一人のお力で、この次の衆議院選にもお力をいただきたい。そしてこの国から我々日本維新の会がこの国を変えていく、もう国の方では全然改革が進んでないんですよ。まだまだ小さい我々日本維新の会政党ですけども、一人一人の議員をこの国政に送っていただくことでこの国を変えることができる。ぜひ皆さん、今回の選挙にもこれまで以上に我々維新の会にご支援ご協力を賜りますようによろしくお願いを申し上げまして、地元の大阪府議会議員岡田有力の訴えでございました。皆さんよろしくお願いします。続きまして枚方市長清水隆よりお話をさせていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、枚方市長の伏見隆でございます。本日は皆さん本当に、お忙しい中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。ようやくですね、昨日、緊急事態宣言が、解除されたところでございますが、これからですねまた、この波っていうのはまだ何回かは、来るんじゃないかなと思いますが、皆さんお一人お一人がこの感染症対策、特にですね、食事外出で、ご飯食べてる時とか、そういう時にですねマスクをしてない時に会話しないようにするとかですね、そういった、対応が、必要になってくるのかなと、そういった中で、この経済を、動かしていけるような今ワクチンも、だいぶですね、皆さんたくさん打っていただいて、今も枚方でもですねもう 70% に迫るですねこれ1回目ですけども、そういった皆さんのご協力があって、ようやくですね経済も動かしていけるかなというような、状況になっているのではないかというふうに思っております。これもですね本当に皆さんがもうたくさん我慢していただいてます。もう本当に窮屈な生活をしていただいておりますけども、これからもですね感染症対策我々もしっかり取りながら進めてまいりますので、どうか皆さんも気をつけて、いただければと思います。この間もですね、吉村知事の方では本当にリーダーシップを発揮していただいて、この特に医療体制、それから、その治療ですね、抗体、カクテル療法、こんなんも、率先してですね大阪府の方では、従来は入院している、患者さんだけということだったんですけども、これをもっと広げていこうとかですね、それから今は、この大規模医療施設、これをですね今、作って9月30日からですね、半分ぐらい、これを稼働させようとしているところですけども、こういったですね、医療体制また治療体制、それから枚方市ではこの保健所の体制というのは非常に、重要ですけれども、とにかくたくさんの感染者が出るともう人手が足りない、医療体制、保健所体制がですね、おぼつかない、そういった中、この病床数を増やしたり、それから保健所の人員を増やしていったりですね、こういうことに取り組んでまいりまして、今後もですね、また第6波に向けて、この準備を今進めているところですので、皆さんには本当にくれぐれも気をつけていただきまして、私ども皆さんの命を守っていく、
また皆さんの生活を守っていく、こういった観点でですね、全力を尽くしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。これもですね、やはり大阪府との連携、これがなくてはならない。この町の発展を考えてもですね、この今枚方市は先日文化ホールができました。そして今ここの駅のすぐそばのところではですね、これからホテルとか商業施設がこれから建設されようとしておりますけれども、令和5年度の完成に向けてですね、今進めているところです。それから京阪電車の高架化、これもですね、だいぶかかりますけれども、こういったことも吉村知事のリーダーシップのもとですね、進めていただいているところであります。我々もこの駅前周辺の再整備、またさまざまなことがあります。子どものですね、虐待、こういうものをなくしていきたい、悲劇を二度と起こさない、こういったことにも取り組んでおりますし、また高齢者の皆さんや働く世代の皆さん、一人一人が自分らしく生活できるようなさまざまな社会インフラの整備、こういったことも行っていきますけれども、これも大阪府と連携していって初めて成り立つわけであります。今後もですね、吉村知事を筆頭とするこの大阪府、そして今日はですね、岡沢府議、そして三好府議、そして下に、おられます、中塚府議、これまでも連携して、取り組んでまいりました。市議会の皆さんともですね、しっかりと一体となって、この枚方市の、町づくりに、全力を、尽くしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、私の、弁は、これぐらいにさせていただきまして、次、江口先生に、バトンタッチしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございます。選手にしてはありがとうございました。続きまして、私たちの応援に駆けつけてくれました枚方市在住元参議院議員の江口勝彦先生からお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。こんにちは。どうも皆さん、どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。どうもありがとうございます。どうもわざわざそういうところ、また近いところからありがとうございます。私はあの中塚弘先生と個人的なあの付き合いというか、そういうことをしておりまして、もう私が参議院の時からいろいろとお手伝いをいただいたりしております。そういうふうな経験を通してですね、中塚先生っていう人は星原的にですね、素晴らしい人、素晴らしいその誠実さを持った人、あるいはまた穏やかな人であり、またこの思いやりのある人ですね。頼んだらですね、すぐに動いてくれるというような、そういう知人性っていうものがある。これは老後でですね、講師が師匠という弟子が指導者の条件ということで問うんですね。そしたら思いやりがある、あれまた大らかである、それから誠がある、そして、またこの思いやりがある、あるいはまたこの機敏性がある、そういうようなことをですね、ずっと挙げてるんですね。私は論語をたびたび繰り返し読んでるんですけど、そこのところに行くとですね、何か知りませんけれども、中塚先生のことを思い浮かべてしまうんです。まさにですね、この中塚先生は私は枚方のですね、議員として宝ではないかというふうに思いますが、皆さんどうですか。まさにね、まさに枚方からこの中塚先生をですね、やっぱりこう去るべき場所にですね、送り込むっていうことをしなければ、やっぱり
私はこれもったいないというふうに思うんですね。平方からですね、活躍する、全国で活躍するっていうか、この平方の中塚先生、あれですよ、2倍が来るでしょ、2倍が来るんですよ。前の総理と比べてみてください。よっぽど2倍がするんですよ。これからそういうことが必要なんですね。国会社会に出ていて、国会社会にですね、枚方を国会都市にするためには、やっぱりこういうふうなね、こういうふうな文法っていうか、こういうふうな政治記者の新聞記者やね、雰囲気っていうものを持っていないといけないというふうに思うんですね。ですからぜひですね、皆さん方心がけて、応援してあげてください。ぜひお願いをします。実はですね、私の持論ですけどね、政治っていうのは政治なんですね。だけどあれは祭り事っていうふうに書くんですよ。祭り事っていうのはどうして祭り事って書くかというとですね、これは2600年前の弥生時代、卑弥呼ってご存知でしょ。あの人で登場されるようにですね、祭り事だったんですよ。要するに巫女がですね、神様にお祝いをすると、そして神様がですね、神様の上の人まき占いって乗り占いって言わくという、まあ、そういうことで、さらにですね、上の神様に行くと、そういうようなことで、こう霊の人はですね、神を向いてたんです。国民の方に向かずにですね、神を上を向いていた。だけどこれからの政治はですね、私祭り事の政治ではないと思うんですね。これからの政治はですね、正しく治めると書いて政治というふうにですね、皆さん方そういうふうに思いませんか。政治っていうのは正しい政治ということになればですね、それは国民の方に向かなきゃいけない。で、国民の方に向くと同時にですね、それはまた嘘をつかない、騙さない、裏切りない政治っていうのは正しい政治なんですね。きれいなる政治なんですね。だからそういうようなことをですね、皆さん方意識をされているというふうに思う。で、どうもこの頃ですね、政治はですね、上向いてるんじゃないか、国民の方向いてないんじゃないか、そうなんですよね。それはですね、政治と書くから、あるいはまた政治と理解するからですね、当選したらもう国民のことなんてどうでもいいということになっちゃうんですよね。だから正しく収めると書いてですね、政治というふうにこう解釈しなければならないということを、いつもですね、この中塚先生と話し合ってるんですよね。この政治、正しく治めるという考え方はですね、これは同時にやっぱり永田町でですね、これは大いに宣伝していかなければいけませんし、私が参議院の時にですね、そのことをですね、訴えてたんですけど、やっぱりそれは分かると、そういうのは分かると、しかし、具体的に言うとですね、そうは必ずしも達成できないというようなことですよね。これじゃですね、維新だけですね、維新の政党だけ、維新の会だけですよ。要するに誠に綺麗、もうそれ以外のところはですね、こういうふうな政治っていうのはやっていないということです。ですから、もし皆さん方気持ちがあるとするならばですね、中塚博士をですね、応援してください。応援
にしてあげていただければ大変日本も終わるんじゃないかというふうに思っているということであります。これから中塚先生がお話になるということですので変わります。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。後ろの方江口先生ありがとうございました。では大変お待たせをいたしました、これより日本維新の会衆議院支部長中塚宏大阪府議会議員から皆さんへの熱い思い訴えさせていただきます。よろしくご清聴のほどよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。いつもお世話になりありがとうございます。今日は大変出にくいところをおかげさまでこんなに多くの皆さんに参加をいただきましてこの駅頭を埋め尽くしていただいてお越しをいただいて本当に心から感謝申し上げます。ありがとうございます。そしてまた日頃の政治活動にも大変ご理解ご支援をいただいておりますことに改めて感謝申し上げます。まだ緊急事態が明けたばかりであります。できるだけ密にならないようにそしてまた通行の妨げにならないようにスタッフの指示に従っていただきたいと思います。大変お騒がせしますけれどもまもなく吉村知事がこの場所に来られますのでもう少し皆さん生の指示待ってくださいね。よろしくお願いいたします。長い間本当に緊急事態ありました。ようやく解除されましたがまだ予断を許さないこの状況そしてその中で命と生活を守るために大変ご尽力をいただいた医療関係者武士の関係者そしてまた教育や子育てに携わっておられます皆さんエッセンシャルワーカーの皆さん本当にありがとうございます。また大変大きな打撃を受けられたと思いますが飲食店の方々や各種事業の皆さん事業者の方々本当に辛い思いをしていただいていると思いますけれども心が痛みます。本当に大変な事態だと思いますけれどもなんとか一日も早く全面的に解除をし営業ができるように私たちもしっかりと取り組んでいきたいと思います。私たち自身の会吉村知事をしっかりと支えてそして皆さん方の一人一人の声をお聞きしそして議会の中でも今週から始まりましたがなんとかしっかりとした対策が取れるように今議会での審議を進めているところでございます。命を守っていく医療崩壊を起こさないことそして経済を守り一日も早く疲弊した経済を回復していくことそのための両面で全力で取り組んでいるところでございます。この第4波大変厳しい時がありましたがその時に立憲民主党の枝野さんが一番悪いのは大阪の知事であるそんな発言をされたことがありましたが皆さんそれは間違っています。私たちもそばで見ていましたが本当に大阪はしっかりとした対策をしてきたと思います。そしてその立憲民主党が今はこの選挙で次の選挙で毎日政権交代をするならば共産党と閣外協力をする、まあ、そんな話がありまして本当に驚いているところでございます。私たちはしっかりとこのまず大阪での対策を進めていかなければならないと思います。
まずは重症をなんとか防いでいこうということで、今では600人の重症病床を確保して、昨年以来大阪ではきっちりと基準を示しながら大阪モデルというものを策定をし進めてきました。そして重症をなんとか防いでいこうということで、大阪インデックスでは新たに1000床の病床を作っていくということで、第1期500床整備をしているところですし、また先進的な医療として抗体カクテル治療を往診とか外来でも受けれるように整備をしているところでございます。まあ、そんなように私たちはしっかりとこの医療や経済を守っていくために努力をさせていただいております。皆さん方の声をしっかりと聞かせていただきたいと思います。私は生まれ育ったこの片野と枚方、愛するこの地域のためにまずは皆さんの命を守っていくということ、そして経済活動をしっかりと活性化させていくこと、そしてより豊かなこの地域を作っていくということ、そのためにもしっかりと維新の改革をこの地域で根付かせていただきたいと決意をさせていただいているところでございます。先ほども話がありましたが、自民党のこの総裁選び、そして主要人事が公表されました。何か新しいことが起こるんじゃないかな、何か改革ができるんじゃないかな、まあ、期待をしていたんですね、皆さんと共に。ところが結局蓋を開けてみれば派閥の論理が優先をして落ち着くところに落ち着いたというこの状況でございました。私はかつて新聞記者としてこの自民党の政治部記者として自民党の田中担当、竹下担当をしておりました。もう30年以上も前のことですけれども、その時の状態とちっとも変わっていない。古い体質が同じようにこの派閥優先でやっていくという状況でございます。私たちは日本の成長のためには既得権益を打破して、そして既得権益を打破して、そして規制緩和をしていくことが大事であると考えています。そして民間活力の導入もさらに進めていきたいと考えています。しかしながら今のこの自民党の派閥による政治と、そして族議員によるこの政治が変わらなければ、既得権益にメスを入れることは到底できないだろう。この小手先だけの改革では先送りされていることがさらに先送りするだけで何ら解決はしないだろうと思います。ですから皆さん、そこに我々維新の会があるんです。私たちは変わらない政治を変えていく、既得権益をなくしていく、そういう改革をこれからも進めていきたい。維新という選択肢、ど真ん中の選択肢が私たちにはあるわけでございます。皆さん、維新という選択肢があります。吉村知事が来られましたんで、私の話はもう少しだけさせていただきますけれども、この維新という選択肢を私たちが選択できるこの状況にあります。皆さんに今配布させていただきますこのチラシに、この裏面に知事との対談を載せさせていただいておりますね。そこで吉村さん、父が不眠不休でね、この不眠不休で対策やられているということで、吉村寝ろというですね、そういうネットでの書き込みがありました。いつ体を休めているのか、まあ、そんな話がありました。まあ、対談で私聞いたんですね。そしたら知事は、皆さんからの声が励みになって力になっている、どうか声援を送っていただきたいと思います。
公務の大変厳しい中、こうしてこの時間を割いてこの場所に来ていただきました。心から感謝申し上げます。ありがとうございます。そして先ほど言いましたように、維新という選択肢、我々は自民党では改革はできない、だから是々非々で政府自民党と対峙をしていく、そして私たちができる改革をしっかりとやっていく、その思いで今この場に立たせていただいているわけでございます。このコロナの対策の中で、いろいろと国の状況で変わらなければならないことが見えてきました。知事のこの権限が、裁量権がもっと拡大しなければ、国と都道府県とのこの権限が曖昧である、役割分担が曖昧であるということや、なぜワクチンがあるいは治療薬が日本では先に進まなかったのかとか、あるいは知事が一生懸命病床者をベッドを増やそうとしても、なかなか医療機関がそれに対して病床数を増やすことができなかったのかとか、いろんな課題があります。そうしたものを一つ一つ検証しながら私たちはやっていきたい。そして特に東京一極集中、これには問題があります。東京に何かあったときにそれをバックアップしていくのはこの大阪でなければなりません。この大阪をしっかりとこの東京一極集中から脱却できるように、私たちは例えば今ドバイで万博博覧会が開始されましたけど、次の万博は2025年大阪・関西万博であります。コロナポストコロナを見据えて新しい時代を築いていくため、築いていくためのシンボルがこの万博だと思います。その中でしっかりとこの大阪が副首都であることを発信し、そしてしっかりとしたこの位置づけを、副首都としての位置づけを大阪はやっていかなければならないと思っています。このコロナの課題、それからさらにこれからの少子高齢化や、あるいは低成長時代、これを乗り越えるためにはどうしても自民党あるいは国の抜本的な構造改革が必要であります。格差が広がっている、あるいは地域が疲弊している、衰退してきている、これを変えていくために、私たちは日本の大改革、構造改革、大改革ということを今打ち出しを仲間と共にさせていただいているところであります。これからこのコロナだけでなくて、何が分かるか起こるか分からないという、何が起こるか分からないという時代です。その舵取りをしていくのがこの私たちの政治の役割です。そこに皆さん、私たちの維新という選択肢があります。どうか皆さん、維新の会、これからもしっかりと私たちも吉村知事を支えながら、そして国政に向かってしっかりと頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。これから日本を大阪から変えていこうではありませんか。どうかよろしくお願い申し上げまして、お笑いしていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。では大変長らくお待たせをいたしました、日本維新の会副代表吉村博文大阪府知事よりお伝えをさせていただきます。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。いや本当にこれだけ多くの皆さんお集まりもいただきました、また足を止めていただきました、本当にありがとうございます。この間このコロナ対策もそうですけれども、本当に皆さんに支えられてやってくることができました。維新の会の政治もそうなんです。まあ全国を見渡せば自民党があるやんか、立憲民主党、まあ何でも反対の野党もあります。その中で維新の会というこの政策集団、政党集団がなんとか生き残っているのも本当に皆さんの支えがあってのことなんです。僕たち維新の会というのは、なんか特定の業界とか特定の団体とか利権団体とか支持母体があるわけじゃありません。皆さんの本当に普通の皆さんの
一票一票、大阪良くしていこうよ、日本良くしていこうよ、そういう皆さんの一票でここまで支えられてきました。今回のこのコロナ対策だってそうなんです。まあね、本当やってたら腹立つこといっぱいあります。もうムカついてしょうがないこといっぱいあります。例えば、あの昨日あれ作ったんです。あの大阪市内にインテックスっていうでかいあの国際会議場みたいなのがあるんですけども、そこで野戦病院的な大きなこの戦勝単位のもう病院を作ろう、病床を作ろうということで1ヶ月前に決意をしました。まあ、その時は大阪の感染者数は1日3000人を超えている状況、まあマスコミもコメンテーターもいい加減なもんでね、いや病床逼迫してるやんか、あ作れ作れ、簡単に言うんですけど、そんな簡単にできるものじゃありません。僕ら評論家でもなければコメンテーターでもありませんから、やると言ったら実行しなければなりません。皆さんと約束したことは実行していきます。それが維新の政治。本当に悩みに悩んだんです。簡単に作れるもんじゃないよな、ずっと悩んだ上で、いや今度もし大きな波が来た時に病院が溢れる、ホテルが溢れる、じゃあその時どうすんの、いざという時のための施設として、大きな施設、医療施設、安心できるもの、これを作ろうということで、あの決心をして、そして実行します。この1ヶ月間、まあ見えないところでいろんなことを動きながら、昨日ようやく第1期目の500床を完成させました。医療従事者の皆さんにもご協力いただいて、800床の軽症800床分までは動かせる、その医療人材の皆さんのご協力も得ることができました。来月中には残りの500床完成させます。合計1000床、これはやります。それがね、これ昨日あの視察行って内覧したんですけど、そしたらまあコメンテーターとかマスコミこう言うんです。いや、これ作った以上すぐ使わなきゃもったいないんじゃないんですか、お金どうする、どうなるんですか、使わない時はどうするんですかと。まあ本当腹立ってしょうがないですけどね、もう使わなかったら使わないで、それで一番いいんですよ。大きな波が来なかったんだから、想定を超える波が来た時に、じゃあマスコミは責任取ってくれるんですか、コメンテーター責任取ってくれるんですか、取ってくれないです。この責任ある政治をするのが我々なんです。これをね、頑張って、いやこれ波は起きない方がいいですよ、皆さん本当気をつけてくださいね。緊急事態宣言解除になって徐々に徐々にやはり緩和していく必要があります。また大きな波が来る可能性だって十分あるんです。だって1ヶ月前に大阪3000人超えてたんです。東京は5000人超えてたんです。ぐわーっと減りましたけども、じゃあぐわーっと減るっていうことはまだぐわーっと増えてくることだってあるわけなんで、解除になりましたが、ぜひお一人お一人のちょっとした感染対策、これをぜひお願いしたいんです。社会経済を動かしていく上でも、皆さんのちょっとした感染対策、これが本当に重要。今回なんでこんだけ大きな波がぐわーっと下がったかといえば、もちろんワクチンはあります。これは間違いないと思います。もう一つ大きな理由は、やっぱりあのオリンピックもちょっと終わって、東京首都圏中心に自宅でお亡くなりになる方も増えてきてしまってる、病院運ぶ先ないね、医療がめちゃめちゃ厳しくなってる、この報道がどん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 流れたんで、お一人お一人の感染対策、これが僕は少しずつ強化されたんだと思います。その積み重ねでやっぱり大きく減少してる、ワクチンが広がって減少してる、やっぱりこの感染症っていうのはお一人お一人の感染対策が一番大事なんで、ぜひあのワクチン2回打った方もちょっと申し訳ないですけど、あのマスクしていただいて感染対策を徹底してもらいたいと思います。で、僕ら行政の方はさっきの大規模医療施設じゃないけども、そういったことも揃えていく、それから重症病床、これが本当に大事なんです。第4波、春の第4波の時は重症病床224床でした。なんでそんな少ないのと思われるかもしれませんが、全国どこ見渡しても数は少ないです、重症病床確保。なんでなの、これは要は重症者の治療ってものすごく看護師さんの数も必要になる、集中治療室 ICU のところの施設でやる必要がある、人工呼吸器ありますんでね、
ICU っていうのは大阪で500から600ぐらいしかないんです。東京でも1000ぐらいしかない。春は224床でした、重症病床。でもそこはなんとか増やしていこうということで600床まで増やしました。605床。今回大阪で出た重症者は270名。春の水準だったらオーバーフローしてたんです。だったら重症者3000、陽性者だけで3000に超えましたから。で600床をこの確保することでなんとかそこはオーバーフローすることなく対応することができた。大事なのは我々行政の方で口だけじゃなくて実行して、そして病床を確保していく、いざという時のためのああいう大規模施設を作る、そういったことをやっていきますが、ぜひ皆さんのね、本当にお一人お一人の感染対策をぜひお願いしたいんです。で、枚方に来て僕ぜひ言いたいことがあったんです。何かこの病床確保をする上で皆さん使われたことあるかどうか分かりませんが、あの関西以来、関西以来使われてる人いますかね。まあ、この枚方の人は使われてることは多いと思います。すぐそこにありますけど、関西以来がめちゃめちゃコロナ対策やってくれてるんです、大阪の。これは本当にありがたい。なかなかコロナの 病床とかね、こういうのは今任意ですから、お願いベースなんてなかなか増えません。でも関西以来でものすごいスーパー先生がいて、このコロナ対策を徹底してやるっていうんでね、重症病床も随分増やしてくれました。で、僕も、まあ、報道は されてないですけど、重症病床増やすために関西以来に行ってお願いをしました。増やしてくれるんです。で、それだけじゃありません。抗体カクテル療法という軽症の治療をする、これがこれから重要になってきます。重症病床はしっかり確保する。その上で第6波に向けて一番重要なのは軽症の段階で早く治療するということです。特にワクチン受けてない人、ワクチン2回受けてなくて中高年以上、まあ僕らみたいなおっさんの世代以上、それからちょっとあの肥満の方、タバコを吸う方、それから、ね、妊婦の後期の方、重症になる方っていうのは大体もう見えてきてるんです。そういった方でワクチンを受けていない方が陽性になった時にすぐに治療する、早期の治療というのはこれから絶対必要になります。で、これを第6波に向けて僕は徹底的にやっていこうと思います。できるだけ身近な病院で外来でも陽性になったらすぐ重症になる前に治療を受けれるように、これをやっていきます。でね、これ大きな方針なんですけど、抗体カクテル療法も関西以来すごいやってくれてるんですよ。自分とこの病院でやるだけじゃなくて大阪市内のホテルまで出向いて毎週やってくれてるんです。ホテル療養してる人たちのために命を守るっていうんで、まあ関西医大は本当に感謝ですね。で、枚方に来たら絶対言わなきゃいけないと思ってて、なかなか見えないんです。でもそうやって医療従事者の協力があって今なんとかこの第5波を乗り越えることができました。で、第6波必ずやってきますが、できるだけ社会を動かしながら重症者をできるだけ減らして、そして感染対策もやりながらいかにこのコロナと両立するのか、これを目指していきたいと思います。もうゼロにはなりません。ならないんです。じゃあどうやって両立するのかというのを考えていかなきゃいけない。できるだけ早く治療する、いろんな医療体制を強化する、いざという時の大規模施設を作る、こういったこともやりながら社会を動かしていかないと。お仕事あるんです。飲食店をされている方、観光業に疲れている方、そこにも生活があり命があるんです。感染症が広がると困っちゃうから、オーバーフローすると困るから、まあ、そこはバランスを取りますが、これからは目指すべき姿は身近なところで早く治療が受ける仕組み、これを一生懸命やっていきます。で、こういったことをやるのも実は国にお願いしながら進めていってる。改革をする上でも国との関係、これが非常に重要になってきます。まあ、今回総裁が変わりました。岸田さんに、岸田総裁になった。で、自民党、僕は岸田さんは本当に温厚な方だし誠実な方だと思います。ただ改革の方向性はもちろんコロナ対策は協力してやっていきます。改革の方向性は僕は違うと思ってます。あのやり方で日本が成長するとは思いません。新たな人が
若い世代がチャレンジできる、若い起業家がチャレンジできる、そんな社会にならないと、まず分配するものもできません。これから少子高齢化です。どんどん子供が減ってきます。僕が生まれた時代、たった40数年前ですけれども、子供の数何人ぐらいだったと思います？200万人もいたんです。それが今はなんと80万人、半分以下になっちゃってる。もう間違いなく少子高齢化になっていくわけです。この中で高齢者の皆さんをお支えする、僕はこれ当たり前だと思ってます。だって僕が生まれた時に食べるものも困らなかったんです、まあ、裕福な生活できませんでしたけど、食べるものも困らない、まあ買い物をすれば物がある時代でも、その一昔前はそうじゃなかったんです。戦後焼け野原の中から日本を成長させてくれた、これはまさに今の高齢者の皆さんが本当に死に物狂いで一生懸命頑張って今の豊かな日本を作ってくれました。だから高齢者の皆さんを若い世代が支えるのは僕は当然だと思ってます。ただ人口が少なくなってるんです、若い世代の。だから元気で活躍する若い世代をどん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 生み出していかなきゃダメ。いろんな規制を緩和する、既得権、特定の人たちだけが美味しい思いをする、こんな政治をやってたら絶対日本は成長しません。昔の古い自民党に戻すんじゃなくて、やはり改革をやって新しい人、次の世代がチャレンジできる、そしてもしそのチャレンジに失敗したらきちんと支える、その仕組みが必要だと思ってます。この大きな方向性をぜひ国政でやっていただきたい。これをやるのはやはり数が必要です。政治の世界、きれい事を言っても最後はやっぱり数がものを言います。もうこれは正直に申し上げます。今回のあの岸田さんの自民党のあの代表の選ばれ方見てみてください。結局は最後数でものを言ってるんです。それが政治、多数決の世界です。皆さんの一票一票、これが本当に大きな力になります。まあ、維新の会というのは国政制度では少数政党ですが、10人ぐらいしかいないから本当にちっぽけな政党です。僕は大阪市長の前に少し国会議員をやりましたが、もう絶滅危惧種みたいなもん、国会の中にいたらね、ほとんどいないので、維新の会のメンバーほとんどもう自民党ばっかり。でもその中で何でも反対の野党じゃなくて、まともな提案をする、改革をして日本を成長させる、こういうことを言う政党、政策集団が僕は今の日本の国政に必要だと思います。この役割を日本維新の会が実行していくんです。ぜひね、まあ、僕は大阪の知事として大阪の成長、まあ、もちろんこれからコロナ対策もあります。一生懸命地元のことをやっていきます。でも外交防衛、日本の大きな経済成長、もちろん自民党が与党に今回の選挙もなりますけれども、それでもぐーんと後ろから大きく突き上げるぐらい改革をやれ、もうこういうなんかダイナマイトみたいな集団を作らないと日本の政治は良くなりません。ぜひその役割を日本維新の会に背負わせてもらいたいんです。日本全国全部国政政党、自民党そうじゃなくて、こういう改革いるんじゃないの、そういうことを言うような政策集団が必要だと思います。次世代のための政治をする、申し訳ありません、まあ、僕も子供いますけども、次世代のための政治をする、これも重要なことです。子供たち、孫たちの世代が日本、大阪に生まれてよかったな、そう思えるような政治をする、今の政治家に近い人たちだけに利益を渡す、そういう政治じゃない政治をやる、これは日本維新の会だからこそ、特定の支持母体も何もないんです。選挙が始まってから皆さん一回自民党の、ね、選挙事務所行ってみてください。ポスター見たらほとんど何々団体、何々協会、何々組合支援みたいな、そんなばっかり貼ってますから。じゃあ選挙に向かったらどうなの、そこに還元していくわけです。次世代に還元されることはありません。一方で選挙もし始まって中塚さんの、中塚先輩の事務所行ってみてください。ポスターは何にもありません。悲しいもんですね。そこにあるポスターは僕とか松井さんの名前書いてるほとんど意味のないポスター貼ってあるだけ。まあ景色には景色ちょっとね、殺風景だからちょっと貼っとこうみたいな、そんなレベルのポスターしかありません。でもそれがゆえにできる改革があるんです。特定の業界、特定の団体じゃなくて大阪日本、そして次世代のために成長しよう、これが僕たちの、まあ、政治をやってる原点です。
ぜひ皆さん、この大阪の改革、これはやっていきますが、日本の改革は僕はできません。これができるのは国会議員しかできないんです。しかも政治は数、一定の数がまとまらないと改革はできないんです。舐められて終わり。ぜひ皆さん、日本を前へ動かすためにも、この大阪ぐらいは、自民党とまともに戦えるのは大阪ぐらいしかないんです。絶滅危惧種のエリアです。ぜひね、この絶滅させることなく、まあ47都道府県一つぐらいそういうのあるんだな、やっぱりちょっとピリッとしないとダメだな、政治家がぬるま湯に浸かったらダメだな、政治家がいい思いばっかりしたらダメだな、身を切る改革もしっかりやって改革を実行する、こういうこともやらないと危ないなと思わせるような政策集団が必要です。そのためにはぜひ皆さん、まあ、これからまだもう新しい総理決まり、総裁が決まって、もう解散がおそらく今月の真ん中ぐらいになるでしょう。今月の真ん中からもう1ヶ月経てばもう選挙も終わりぐらいに近づいている、もう1ヶ月の話です。まあ感染対策をしっかりとっていただいた上で、ぜひ日本を前へ進めるために中塚さんのご支援をお願いします。そして中塚さんと中塚先輩と協力しながらこれやっていきたいと思うんです。で、中塚先輩は大阪府議会で今一緒に仕事してもらって仕事をしてます。本当に僕の良き相談相手です。それから府議会だけじゃなくてご存知の方多いと思いますけど、枚方の市長も経験されてます。まあ市長の経験があり府議会の経験があり、よくこの住民サービスのことは分かっておられるので、これからはその経験をもとに国政でバーンと大暴れしてもらいたいと思います。ぜひ皆さん、今回、まあ、我々まだまだ力ないところもありますし、頼んないなと思われることもあると思いますが、もう特定の人たちの利益に動くんじゃなくて、大阪のためにもう死力を尽くしてやる。マスコミや評論家、コメンテーターが適当なことを言っても必要なことは必ずやり遂げる。大阪を前へ進める、日本を前へ進める、一生懸命これだけを糧にやっていきます。皆さんの後押しがあれば必ず前へ進むことができます。ぜひ日本、大阪を前へ進めるために中塚先輩、皆さんのご支援をよろしくお願いします。ぜひ中塚さんをよろしくお願いします。で、ね、僕自身も、まあ、不十分でまだまだですけれども、松井市長とも大阪府市でタッグを組んで、やっぱり府市バラバラになったら絶対ダメなんで、まあ、都構想も悔しかったですけどね、本当に毎日新聞も腹立ちますけどね、選挙直前でね、まあ、それも言っても仕方がない、負けたんですから、まあ、大阪府市一体でやっぱり成長戦略を実行する。2025年の大阪万博もそうです。ちょっと南に下りますけれども、大阪の梅北もそう、まあ大阪府市が一体になってバラバラ、二重行政はやめて大きな方向性を向けて東西二極の一極を担う、そういう大阪を作りたいです。そしてその作った大阪を次の世代にバトンタッチしていきたい、そう思います。大阪に生まれてよかったな、強い大阪、豊かな大阪をぜひ作っていきたいと思います。まあ、それだけを頼りに前へ進んでいきます。後押し、国との協力、そのためにもぜひ皆さん、中塚先輩をよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当にすいません、多くの方立ち止まって話を聞いていただいてありがとうございます。大体ね、こんな政治家の話なんか面白くもないし、まあ、政治家の話と校長先生の話は眠たくなるだけなんですけど、まあそれでもこうやって聞いていただいてありがとうございます。皆さんの後押しで何とか僕らここまで来てますんで、その皆さんの後押しも感謝して、そしてその恩返しとして大阪を前へ進める、これだけを頼りに一生懸命やっていきたいと思いますので、どうぞ皆さんよろしくお願いします。中塚先輩と一緒にやってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。絶滅させないようにお願いします。日本一の会、国会議員の集団はほぼ絶滅です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ今回の総選挙始まりますけども、日本維新の会、せめて47都道府県1つくらい、大阪ぐらいはピリッとしたこの戦う政策集団を作らせてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。
がとうございます。皆さん長らくご清聴いただきまして本当にありがとうございました。吉村知事、そして中塚支部長と熱い思いを皆さんにお聞きいただくことができました。本当にありがとうございます。中塚支部長の熱い思い届いたでしょうか。本当にありがとうございます。この枚方の地でまで育って、これからの枚方のために全力を、そしてもちろん方もですね、全力を尽くしてまいります。高塚博士、どうかよろしくお願いいたします。本当に皆さんありがとうございます。皆さんありがとうございます。それではこれをもちまして、日本維新の会、このご当地での演説会終了させていただきます。皆さん本当にありがとうございます。